フィンランドヘルシンキ出身の男子プロテニス選手。身長188センチメートル、体重79キログラム。右利き、バックハンドは両手打ち。ATP ランキング自己最高位はシングルス69位、ダブルス218位。5歳の時に母親とバドミントンをして遊んでいたところ、これを見ていた。 テニスコーチが彼のタッチセンスに誕生、テニスに勧誘されて始めた。2013年に ITF ジュニアトーナメントの大会に初参加。ジュニアでは2016年までにシングルスで4勝、ダブルスで6勝を挙げ、ITF ジュニアランキングで4位となった。2016年からは ITF フューチャーズツアーに移行した。2017年、ルース・ボオリーは、 全てのグランドスラムジュニアに参加し、全米シングルスではベスト4となった。同年11月 F4 ヘルシンキのシングルスでフューチャーズ初優勝を挙げる。2018年1月のバンコクでチャレンジャー初参加。この年はフューチャーズとチャレンジャーへの参加を繰り返し、フューチャーズではシングルスで3勝、ダブルスでも3勝を挙げた。2019年も フューチャーズとチャレンジャーへの参加を繰り返していた。同年5月のシムケントでユーリ・ロディオのフトペアを組み、ダブルスでチャレンジャー初優勝を挙げる。翌月6月にフェルガナのシングルス決勝でロベルト・シド・スベルビを下し、シングルスでチャレンジャー初優勝を挙げた。この後、ルース・ブオリは7月にアメルス・フォールトでハリー・ヘディオ・バーラとペアを組み、チャレンジャーダブルスに勝目 9月にマナコルのシングルス決勝でマッテオビオラを2から0で完勝しチャレンジャーシングルス2勝目を挙げた。同月デビスカップで当時シングルス5位であったドミニクティームと対戦6から3、6から2のストレートで勝利する金星を挙げた。さらに翌週行われたグラスゴー決勝でアレクサンドル・ミレールを2から0で下しチャレンジャーのシングルスで3勝目11月の ヘルシンキ決勝で、モハメド・サフワットを2から1で下し、チャレンジャーシングルスで4勝目を挙げた。1月の前後オープンで、グランドスラム予選入りを果たす。予選1回戦のファクンド・ベナを2から0で下したが、続く2回戦のエリオット・ベンシェトリに1から2で敗れ、予選敗退となった。2月のモンペリエ予選で、マティアス・バッヒンガー、ニコラ・マユを、それぞれ2から0、2から1で下し、 ATP ワールドツアー本戦初進出。一回戦のデニス・のバクを二から一で下し、ツアー初勝利を挙げた。続く二回戦は、ノルベルトゴンボスに二から零で敗れた。コビトナインティーンによるツアー中断を挟んで、8月にニューヨークで行われた W&S オープンの予選では、一回戦のジェレミー・シャルディオニから、零、二回戦のチアゴ・モンテイロを2セット目途中棄権で、 勝ち進みマスターズ本戦初進出。1回戦で、セバスチャン・コーダを相手に3セット目1ブレイクダウンから逆転勝利を収めたが、2回戦で、マッテをベレッティーニに1から2で敗れた。この大会によってルースブオリは、順位を100位とし、ATP シングルスランキングトップ100入りを果たす。翌週行われた全米オープンでは、1回戦の、アルヤジベ・デネオ3から2で下し、 グランドスラム本戦初勝利を挙げた。続く2回戦では、キャスパールードににセットダウンの3セット目途中危険で、敗れた。9月の全仏オープンは1回戦のバンジャマン・ボンジに、1から3で敗れ、初戦敗退となった。11月に、ブラティスラバでヘリオバーラとペアを組み、チャレンジャーダブルス3勝目を挙げる。2021年2月に行われた全豪オープンの1回戦では、 第10シードのガエルモンフィスと対戦。3から6、6から4、7から5、6から3、6から3と、フルセットのスウェルスブオリが勝利した。続く2回戦は、ペドロ・マルティネスに1から3で敗れた。また、同大会は、サルバト・オレカルーゾとペアを組みダブルスにも出場したが、初戦のブブリク、ゴルベフペアに0から2で敗れた。3月のモンペリエ初戦。 西岡義人を6から2、4から 2DNF で下したが、2回戦のマシュウ・エブデン、20から2で敗れた。同月のドバイでは予選を勝ち抜き本戦に進出。1回戦のジョーダン・トンプソンを2から0で下したが、2回戦のアンドレー・ルブレフに0から2で敗れた。同月のマイアミ初戦で、カルロス・アルカラス・を2の1で下すと、2回戦で、第3シードのアレクサンダー・ズベレフと対戦。 1>, 1から6、6から3、6から1と、フルセット末ルースブオリが勝利した。続く3回戦のマイケル今、鬼から1で下したが、4回戦、ヤニックシナー相手に0の2で敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。シングルスダブルス。ありがとうございます。